ジャンジャック・ドージー、ジャンジャック・ドージーは、オランダの地質学者である。ドージーは1908年、ロッテルダムの警察官の家に生まれた。1930年代前半に、ライデンで学び、ライデン地質学会を設立した。在学中には、ベルガモの山に登り、登山を好んだ。卒業後は、オランダ領東、インドに、地質学者として渡り、 ロイヤルダッチシェル及びその子会社のバタビア石油会社に退職する1966年まで勤務した。この間にインドネシアやオランダだけでなくグアテマラ、ベネズエラ、イラン等にも渡っている。その後1980年にはデリフト工科大学の名誉教授となった。1936年10月から同時はプンチャックジャイアの探検に参加し、 アントン・コレインラと行動を共にした。1936年の末には岩層を発見し、これは現在のグラスベルグ鉱山に相当している。1939年には出版物を出すものの、第二次世界大戦中でありそれは注目されることがなかった。しかしながら、20年ほど経った後に評価され、現在のグラスベルグ鉱山の発展に至っている。ありがとうございます。